改めましてこんにちは、さかなベイベーズというバンドでございます。ありがとうございます。いやー、いい、この中涼しい最高ね。僕たちは今日ね、神戸からやってまいりまして、まあおいおい自己紹介なんかはしてまいりますけども、メンバー全員ね、神戸西宮の酒蔵に勤める、片木の人間でやらせてもらってます。従業員でやらせてもらってます。まあおいおい自己紹介なんかは後ほど、まずはご挨拶がてら、ちょっとみんなでね、歌える曲をできましたんで、みんなで最初に2回歌って、ちょっとね、喉をこうパッと開いていきましょう。じゃあ、かゆみちゃん、いけますか。お願いします。街を歩く心軽く、誰かに会えるこの道で、素敵なあなたに声をかけて、こんにちは、僕と行きましょう。いっぱい歌ったので、次は神戸のお酒の歌を聴いてください。次は GI75 号の歌という75号の歌です。一度も君
教えようはラベルに輝くこのマークの意味や生まれも育ちもここただここ選ばれたものだけなお墨付き録音しますなる酒蔵がねこう集まっている場所みんな知ってます？あの灘五号というね地区が地域があるんですけども、まあその灘五号をの灘五、まあの歌です。はい、あれ、ね、この曲 CD を作ってまして、この CD をあの1枚買っていただくと、その売り上げをですね、山田錦というお米を作っている農家さんに寄付するという、こうチャリティーの活動をしておった、まあそういう曲なんですけど、今日 CD はあるのかな？あるそうです。あの1枚300円、500円、500円だ。まあまあそれはいいですよ、別にね。あの500円出すんだったら、ね、お酒を買うた方がいいに決まってますね。まあそんな感じでわーわー言うてますけども、次はあの皆さんご存知かな、あの僕たちが勤める酒蔵の曲、知ってる人は知ってる、懐かしいかもしれない曲ですね。あのちょっとね、あの年齢というかジェネレーションによってあの知ってたり知らなかったりっていうのが結構、今日のお客さんはみんな知ってるんじゃんこれね、あ失礼、失礼か。いや、あの絶対ね、あのもし知ってたら一緒に歌っていただけたらいいなと、まあ、途中であのメンバー紹介なんかも入れながら行かせていただけたら助かります。いやちょっとあの長いですけども、まあゆるりと聞いてください。別にあの一生懸命見なくていいですからね、あの皆さんお友達同士でね、おしゃべりしたりお酒飲んだりしながらリラックスして聴いてください。そう、やってくださいね。僕もあの伸びでやらせてもらいますよ、今日はね。いきます？一口飲んで。よし、じゃあ、知ってたら一緒に歌ってください。
いつもの酒これで一人落ちじゃない初めての人といつもの酒ちょっとくどいて見たりする演奏させてもらうのはもう、ね、ありがたいね非常に、はい、本当にありがとうございますありがとうございますまあ我々もあの皆さんに負けず劣らず
お酒大好きなので、まあ、終わった瞬間にそっち側行ってまた飲みますけどね、美味しい、あの端から順番に行ってますんで、あの美味しいのこれ良かったよっていうのがあったら、あ、教えてください。建物も素敵ですよね。すちょっとあの今回ね、まあ神戸西宮からまあ車でぷぷっとやってきたわけですけども、初めての、ええ、四国遠征、四国で演奏させてもらうのは初めてで、まああの意外とね、意外とっていうか淡路島をこう越えれば割とシャッと、意外とシャッと、意外と近い、シャッと来れるので、一応神戸で、神戸というかあの兵庫で、あの演奏予定ですか、演奏の予定をちょっとあみちゃんから、あ、私か、そうですね、今8月ですよね。9月にいくつか予定がありまして、9月の9日に御影のポラリスさんというお店でやりますね。あと10月言っていいんですかね、これ10月の14日に白鶴さんの蔵会もこういうお祭りがありますけど、そちらにも出させていただく予定になっておりますね。あとは11月の5日神戸がちょっと離れて三木市ですかね、三木市食の酒と食のお祭りみたいなところにも、お呼ばれいたしておりますね。あといくつかありましたよね。よかったらあの SNS なんかで見ていただけたら、もしもあれでしたら、あとはあのこの8匹来てる人に声をかけていただいたら、いろいろと、はい、説明させていただきますので。8匹来てる人が把握してるかどうか、でもそうですね、そうですね、把握してない人もいるかもしれないですけど、はい、お問い合わせください。はい、はい、よろしくお願いいたします。あのどのイベントもお酒は売るほどあるんで、もしよかったら、漏れなくお酒があるというか、はい、お酒のああいうところに出没するというか、そういうバンドです。そうなんです。あの今日もね、あの呼んでいただいてありがたいことにこうやって演奏させてもらってますけども、サクナベイベーズ、お酒があればノーギャラであなたの街に伺いますので、あのね、ほら、なんかあるでしょ、冠婚葬祭、地域のお祭り、親戚の集まり、法事だったりね、なんかおじいちゃんの誕生日とか、そういうのあったらぜひ、呼んでください、サクナベイベーズ。ただ行った先でちょっと飲ませてもらえたら、もうそれでギャラとかうるさいこと言わないので、ぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。サクナベイベーズ、あ、まだ結構ある、終わる感じ、まだ何曲かございますが、そうね、もうちょっと次は皆さんきっと知っている曲ですよね。さっきね、あそこの DJ の方もね、回してくださってた、そうです、そうです、聞いたらきっと知っていると思います。じゃあ、この曲も知っている方はぜひ一緒に歌ってください、はい。人の名前にあるため
楽しく飲めるように、そうですそう、これ大事。ああいうね、ちゃんとミネラルウォーターをね入れながらの万端の方々、皆さん準備万端です。もう皆さん、あれですわ、ベテランだから、酒飲みのベテランだから、その辺はもう心を入れて、いや俺やばい。あ、はい、大丈夫です、ありがとうございます。まあ次さ、最後聞こうか、一応最後ファーストステージ、ね、次が4時からです。そうそうそう、僕たちは今日2ステージもやらせていただくことになってまして、ありがたいことに、はい、ギャラも2倍いただく予定になってます。はい、お酒をね、違う、次の曲は一応ですね、最後になりますかね、うん、次は大関のね、トヨちゃんが作った曲なんです。そう、トヨちゃんが作った曲です。ちょっとどんな曲ですか、トヨちゃんに説明。はこれ、ここもうちょっとだけ歌を歌ってる、はい、コロナでね、なかなかみんなで集まってお酒が飲めませんっていう状況が続いたんですけど、お酒を飲むときは仲のいい友達や恋人や家族と一緒に飲むのが一番おいしいですよっていう歌を作りました。いい曲なんですよ。ちょっと待ってくださいね。それでね、そう、どんなタイトルですか？地高よって、地高よってっていう曲なんですよね。そうそう、近くに来て一緒に飲みましょうよって言ったので、みんなで飲みたいねっていう思いがね、詰まった曲ですよね。お願いします。結構私の友達とかはライブ聴きに来てくださった後、次の日この曲がぐるぐる回るっていう声がよく届く癖になる曲ですね。初めて聞く方もたくさんいらっしゃると思うので、日本酒をね、3本ぐらい飲んだらぐるぐる回ってくる。そうなんだ。出ますかね。それでは、いきます。聞いてください、はい、近いよ。
知らぬ隣の人と乾杯、すぐに乗って歌い出せばそうかい、車椅子の揺れるリズムと好きな人と流れる時間、ありがとうございます。悩みなんて何もないだろう、ただ一つだけ君とまだ飲みすぎる、楽しくて飲みすぎる。ありがとうございます。少しだけこの歌を聴いて、我が歌が好きな酒なの、乾杯をしましょう。お酒を飲むことによって皆さんの心は近くなります。
だと思います。なのでぜひ一緒に乾杯してください。よろしくお願いします。乾杯の50秒乾杯の50秒で、ちょっとその乾杯の曲って言われても何の曲やねんということで知らないと思いますので、皆さん知らないと思いますので、ちょっと乾杯の練習をしたいと思います。いいですか、いいですか。ちょっとじゃあどうしようか、叩いてもらおうか。
の次は6時半だそうです。はい、ありがとうございました。行ってきます。